った世界タイトル初挑戦、怪物とも言われてきた井上尚弥ってます、ね、はい、あと右です、これで抜きました井上尚弥です、チャンピオン、あっと予選でもあのワンツーのボディストレートで、はい、あのダウンを取ってますので、これもそうだ、右のボディストレート、右のフック、その警戒心は川島さん、もうこれチャンピオンです、はい、立ち上がりの井上尚弥ですが、左フック、右ストレート、右を打ち下ろしていきます、そして左から右ストレート、5本目、それを上回る6戦目の左だ、そして右のボディストレート、チャンピオンのパンチは井上はもうほとんど被弾してませんよね、左ボディを打つときちょっとモーションがコンビネーションもですね、これワンツースリー、さらにはさまざまなパンチが、ちょっとチャンピオンからすればどうしてできないでしょうかね、そうですね、特にボディが切り締まって今下にフェイントを入れると全部もう丸々状況になってます、最高です、全くもって文句ありませんという最高評価ですね、でしょうね、非常に的確なチャンピオンを捉えています、これのホラー右側下でチャンピオン、基本的に近い距離でのボクシング、接近戦は相手の方法なので避けたいとか、そうですか、それをさせてないわけです、右から下にボディ、これだ、はい、という右のストレート、ロングの右のストレート、自由自在に打ち込んでいきます井上尚弥、相手の左もかわして、今度は左のダブルから、そういうことですね、まだ今日がプロデビュー6戦目という井上尚弥、パーッとチャンピオン、パンチ出ました、おそらくこれは有効だと、しっかりでしょ、そしてパンチを流れていく、チャンピオン出てきました、このラウンド、これまでは出られなかったチャンピオンですが、この4ラウンドになって出てきて、さあこれがチャンピオンのスパイク、一発も飛躍してませんね、標高の高いところでやってるので、はい、心肺機能にやっぱり一番のストロングポイントなんですね、はい、しかし右手、ここまでは井上尚弥のボクシングでしょう、左フックもガードしています、このまま止め打ち、チャンピオンが圧倒されています、おー右のストレートだ、つまりそれだけ前に出ようとしてくるそのチャンピオンの気持ちを今移動したいんですが、それをさせない井上尚弥、いやしかしここは井上の前にここまでは完封状態です、右の打ち下ろし、これがフックをまとめるっていうのはね、はい、感じがするんですが、全部読んでますよね、相手これも後ろには下がります、今ちょっと危ない、一瞬左をもらいました、この試合初めて井上が相手に点を挙げるとすれば、ちょっとした時に気が緩むところがあるという話をしていましたが、上がってカウンター取ればね、はい、いいと思うんですよね、不要に動かしちゃダメですよ、はい、このワンツーだ、強烈なワン、しかしその大舞台にも臆することなくチャンピオンを圧倒して、ですよね、そうですか、だと思い切りなんですよ、ああっと右のフック危ない、ちょっと危ないタイミングがあったんで、しっかり自分の距離を守って戦ってほしいです、はい、このラウンドもちょっとおもらしい感じですね、あここがしかし前のラウンドからちょっと疲弾するところもあります、井上上がったんですけれども、インターバル間にですね、はい、マッサージそしてアイシングをして、はい、送り出していきました、こういうこの戦いです、井上尚弥、もうあの減量前の体と減量後の体ではもうガードの上からですけども、はい、今までにもらったことないパンチ力ですね、なるほど、はい、今まではないです、左を差します井上尚弥、負荷を言わせずにダウンを奪いました、ダメだやりました、赤いのてっぺんに立ってみせました、慎吾さん、こんな慎吾さんの表情を見たことがありません、54秒、世界ライト最強新チャンピオン、世界最速でこのラウンド